大変お待たせいたしました。これより松代小学校合唱部の発表がございます。ではお願いします。皆さんこんにちは。私たちは松代小学校合唱部です。私たちは4年生から6年生までの34名が集まり、朝と放課後などに練習をしています。夏や冬のコンクールや校内音楽会など2月にはコンサートも行っています。今日は司会のヨーデルと夢の世界を2曲を発表します。青空の下、爽やかな歌声を響かせたいです。どうぞお聴きください。
松代小学校の合唱部の皆さんありがとうございました。4月のこの時期、まだ本当に新しい年になって、4年生は初めて合唱部へ入られたと思うんですけれども、とってもいい響きの歌を聴かせてくれました小学校の皆さんにもう一度拍手をお願いします。はい、それでこの後は小学校の合唱部の皆さんと、この松代地区にある合唱団のいろいろな合唱団の大人が一緒に松代の童謡を歌いたいというふうに思っております。皆様のお手元にも歌詞カードが届いているかと思いますが、松代のには歌詞が今10期あります。今日全部歌えばいいんですけれども、時間の都合もございますので、歌詞カードは全曲載っておりますけれども、この中から何曲か皆さんと一緒に歌いたいと思います。真田公園、まず松代旧駅舎には汽車鉾の歌碑があって、真田公園には5つの歌碑があります。でその真田公園にある歌碑の中から春の歌をまず歌いたいと思います。あ、すいません、間違えました。それ前に歌碑はないんですけれども、山上武雄さんというお猿の籠屋の作詞などをした方が、松代のためにということで晩年に作ってくださったふるさと松代という歌があります。ふるさと松代は歌詞カードに載っております。それをまず歌いたいと思います。
ありがとうございました。それでは先ほどご紹介してしまった春の歌をまず歌いたいと思いますが、松代に関わりのある童謡の作詞作曲がたくさんおられるんですが、春の歌は草川慎さんの作曲によるものです。それではお聴きください。続きまして、カエルの笛を皆さんもぜひご一緒にお歌いください。これは貝沼実さんの作曲によるものです。それではどうぞ。Yeah.
とうございました。それでは次はみかんの花咲く丘です。多分これはあの皆さんご存知だと思いますので、ぜひ一緒にお歌いください。できたものは、はい、実はこれからみんなで歌う歌、お猿の籠屋ですけれども、お猿の籠屋は作詞が山上武雄さん、作曲が貝沼実さんと松代のお二人で作った曲で、2010年の松代イヤーの時にこの六モンキーの、キャラクターが六モンキーとして松代のキャラクターとなりました。そして、本社さん松代の皆さんがこの着ぐるみを作りました。今日は、このエッサ、お父さんがエッサ、あちらお母さんがホイサです。サッサは今日どうしたんでしょう。はい、あの本当はサッサも言います。でエッサとホイサで今日は多分あのお猿の籠屋の歌に合わせて踊ってくれると思いますので、皆さんもどうぞ大きな声でお歌いください。じゃあお願いいたします。Oh,
皆さん、こちらのサッサの方が踊り上手だったと思いませんか？実はこちらのサッサ、合唱部の先輩です。なので踊りがみんなと合っていたと思います。頑張ってくれました、ありがとう、はい、それでは最後の歌に歌になります。ふるさとです。皆さんご一緒にどうぞお歌いください。思いますが、ぜひそちらの方へも大勢の皆様またご参加いただきたいと思います。今年は童謡100年と言われておりますし、いろんな催し物をまたしていきたいと思っています。松代小学校合唱部の皆様ありがとうございました。松代小学校合唱部と春祭り合唱団の皆さんでした。そして六文旗の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。